皆さんこんにちは。日常の困りごとを心理学で解決する成長マインドセットコーチの中島です。今日の困りごとはお母さんからいただきました。子供の食事のしつけについて困っています。1歳8ヶ月の息子がご飯を食べ終わると食器やスプーンを床に落とすようになりました。食べ終わったら手渡して食器を渡してくれることもあるのに、食器をなぜ落とすのか分かりません。実家や保育園でもやるようになったらしつけしてるのかなどと言われないか不安です。どうしたらいいですか？はい、まあ赤ちゃん子育てあるあるですよね、本当に。まず結論から先に言いますと、まあ子供がですね、そういった食器とか落としたりとか、まあご飯とかで遊んだりっていう言い方になっちゃうんですけど、そういうのっていうのはもう成長過程において必要なことなので、もう仕方がないっていうふうに受け入れていただきたいと思っています。小学校に上がるまでずっとそういうことをやり続ける子っていうのはいません。ちゃんとやるようになりますので、そこはですね、あ、もうそういう成長過程だから仕方がないんだなっていうふうに思っていただければ OK です。とはいえです、とはいえやっぱりまあまあまあ不安というかですね、まあどう見られてるかってなりますよね。それこそ食器もそうですし、食べ物とかですね、ちゃんと粗末に扱ってはいけないんじゃないかっていうのはもちろんそういうことありますし、他の人からもうどう見られてるのか、だのあいつんちはのダメな親だみたいな風に言われているんじゃないかっていう風に思うだけでやっぱり不安っていうのはありますし、そしてそもそもですね、まあ私は子育てにおいて一番問題というかですね、大変なことは何を言っても育てようがないという事実なんですね。で、私たちが子供だった頃そうだったように、親に何か言われたからといってですね、もう直ちにその行動、親の期待通りに生きるっていうことはやっぱ無理なわけですよ。でもまあそんなこと言ってられないので、大事なことっていうのも2つあります。で、まあ要は諦めてくださいってことです。で、1つ目の諦めっていうのは、子供に対してどうこうしようっていうのはもう諦めてください。で、もう1つっていうのが、他者からの評価を受けること、良い評価を受けたい、もしくは悪い評価を受けたくないっていうことを諦めてください。で、1つ目子供の諦めなんですけども、これから2歳やだやだ期スタートしますので、今その程度、申し訳ないです、その程度のことで、イライラモヤモヤしているようであれば、この先もうね耐えきれません。はい、なのでもうね、仕方がないっていうふうに諦めること、ポジティブに諦めていくことっていうのをぜひ覚えていただきたい。で、そしてですね、まあ流れて次いきますけども、他者からの評価っていうのももうぜひ諦めていただきたいですね。これから子供が成長していく過程において、他者評価に振り回されてしまうと、本当に親として子育て苦しくなってしまうんですね。で、それが小学校に上がって、で、小学校低学年から中学年、高学年、そして中学校、高校、社会人、もうひたすらですね、その外部の評価に親はさらされるわけです。子供に対しても、まあああせいこうせい言ってちゃんと動くぐらいだったら、もう誰も苦労しないわけですよ。今回の動画の中で一番伝えたいことっていうのは、もう受けるって笑ってもらいたいわけです。子さんがいろいろやらかして、で、もちろんイラッとしたりとか注意したりとか、やってほしくないことっていうのはもちろんあると思います。それとは別にですね、笑いに変えていくっていうこと、大切になっていきます。特にその自分の力でどうにもならないことがあれば、もうぜひ笑ってしまいましょうということです。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。